まるごと必勝チャンネル司会の平田里奈です。今週も柏木さん、丹下さん、よろしくお願いいたします。お願いします、はい。先週は阪神で大阪杯が行われ、一番人気のスワーブリチャードが4度目の挑戦で G1 初制覇を果たしました。あの枠順引いた時点 でいけないのはもう最初から分かってんの、うん、であの日本ダービーとか教訓になってるよね、うん、それですよ。レイディオロが向こう正面からスパートした、うん、それをね、俺も行けばよかった。大阪杯もだいたいこういう自分のスワーブリチャードという馬は、そういうパターンであるだろう。それをねずっと想定してて、でもそれでもなかなか勇気を持って踏み込めないんですよね。G1 で最近すごいスローが多いんですけど、はい、その時にあのいや後悔しても思い切って行った方がいい、これ試してたら着しかないっていうのを、はい、一番身に染みてたのがミルコ・デミノ騎士と、はい、から意外と福永騎士だったりして、はい、でそのダービー日本ダービーそうだったの、うん、特殊な流れだけど、はい、でも G1 でああいうふうに乗れた騎士は偉いよね。ね、ドバイグループを別にするとこの大阪杯、天皇賞、高塚記念というのは古馬の中長距離タイプの春の三冠なわけでしょ、はい、で去年からそうなったからまだあのどこに集中しようかというのがないのと、うん、で多くの陣営が良ければドバイに行きたかったなというのがあるんで複雑な、だどこに的を絞るかというのが来年も難しいと思います。では今週は三歳牝馬の三冠初戦桜花賞を中心にお届けします。番組後半でお二人の桜花賞出走前馬の評価もお伺いします。お見逃しなく。桜花賞をポイントで解説、重賞のツボです。お二人に桜花賞を予想する上でのポイント今週も伺っていきます。数あるクラシックの中で、はい、これはあの三歳牝馬のキャリアとか問わずにもう能力ナンバーワンは誰だ、いろんな複雑な要素が関わってこないんですよ、展開だとか、はい、だからでみんなまだキャリア 3,4 戦なんですけど、誰が強いか分かってるわけでしょ。だからあんまり波乱を期待するのはするんだけど、そういうレースではないというのが前提、うん、誰が才能に恵まれてるかというのを確かめるのが桜花賞の設定の目的であると同時に結果もそうなってるから、でましてや新阪神になってから変な紛れがないという気がするんで、うんうん、それを前提にして穴狙いでも本命狙いでもいいんだけど、ベースはみんなしっかり捕まえた上だと思います。なるほど、うん、今年は特にラッキーライラックは、多分人気になるやつね、うん、全部そうですよね。そうだから同じ条件のジュベナルフィリーズを買ってでチューリップスをあの時計で買って、うん、だからいやラッキーライラックをけなす必要は一つもないの、はい、で倒せるものを探して探した人はそれを買うべきで、うん、ダメだと思ったらラッキーライラックを買うしかないでしょ、うん、意外と簡単な桜花賞なの。でもね、意外と落とし穴あるんだよ、うん、去年ソウルスターリングそれで絶対負けないだろうと思ったら、そうだね、って言ってその前の年もね、メジャーエンブレムが、だからやっぱり三大牝馬がそれはあるね、あの体調とあとは陣営の持ってき方とか、うん、その腕じゃなくてやっぱり変動しやすい時期だし、はい、人気になればそれなりにあの大事にするだろうし、多分ラッキーライラックを倒せば勝ちでしょう、はい、ね、うん、でもあとはちょっと逃げ道的に言うけれど、あのラッキーライラックと対戦してない馬、はい、これはやっぱりあの、空ごとかもしれないけどチャンスはあるっていうですね。そうですね、そこはまた楽しみですね、はい、今回のレースで、すごいですね、はい、うん、
賞の出走前馬をお二人に金銀銅の札で評価していただきます。桜の女王に輝くのは果たしてどの馬か。それでは行きましょう。ラッキーライラック、資格はあると、あ、もちろんあると思います。だって三歳牝馬の春に資格がないなんてことはないんだけど、自分がレフィリーズを鑑賞して、でなおかつチューリップ賞を鑑賞して、それも1分33秒台の前半でしょ、でそれみんなの桜花賞のための路線なんですよ。で他の候補のリリーノーブルとかマウリアとか前回見たら明らかに1ランク2ランク能力違うの。だからって盲信していいわけじゃないんだけど、これは馬券の買い方だね、天才オルフェーブルには資格はある、だってこんなお利口さんなはずがないじゃない。オルフェーブルの勝ち上がり率って信じがたく低いの。だから本番で一番危ないのがこいつじゃないかっていう考え方がある。だってオルフェーブルのいいところを受け継いだんだから合計で当たり前でしょ。で圧倒的に強くても当たり前、1枠いても18枠でもいいんじゃないかそうそうそうもう言えること考えないようにしようか、いやだからもうあとはあの石橋騎士とかね、はい、と普通に乗ればボンソワリーね。アマルフィコースト、謎だね、謎、もう前哨戦でね、スタートして落下しちゃったから、やっぱちょっと難しいところあるな、リバティハイツ、わかりますか、柏木さんどう。フィリーズレビュー組は数からするともうチューリップ賞組全然かなわないんですけど、はい、この馬みたいに追い込み行ってたとか何か持ち味があると可能性は、中途半端では足りないと思います。なんかね、難癖つけるとかあんまりないんですよ。前走のフィリーズレビューもいろんな出遅れた馬とか、内からちょっと進路が狭まったとか、リバティハイツは普通に一番いい勝ち方してるんですよ。唯一弱点っていうか嫌だなと思うのは、体重が少し減ってました、はい、フリーズレビュー組で調教できてるのがね、え、リブテイツこんな調教できてるの、びっくりしちゃった、アンコールプリュー、 お二人揃いました。どう、なんかハマれば戦力でもいいような気がするんですけど、気しない。ええ、あのフィリーズレビュー1着から多分5着ぐらいまでは、はい、あ、負けた馬も勝った馬もいろいろなこう内容があると思うんですけど、何にもその悪いところがない2着なんです、むしろあのもうちょっとスタートがもう決まればな、まずまず馬格もある、なんか悪いところが意外とないお、かといって説得力に欠けるところもあるんですよね、レッドサクヤ、頑張り屋さんなんですけど、はい、やっぱ時計的照明みたいなのが何かこうポイントをじゃあ上げてくれって言ったら、そこがないんですよ。スカーレットカラー、地味だけど実力馬なんですよ、後で思い返して、秋とか、まあ、コバになって牝馬、G3 重賞マイルとかっていう時にあーって思う馬だと思います。当選ブレス、体はすごいいいと思うんですよね、あのフラワーカップ別に勝ったわけじゃないんだけど、勝ち馬がすごい順当な人気だったら相手は抜けが来るってそのパターンですね、そういうのがきっと柏木さん無印の、大きな三連単とかでは名文字の 2,3 着候補よりは、ね、はい、いいかもしれない、ハーレムライン、これ僕こうやって上げそうなっただけなんだけど、あら、そうですか、いやだいたい姉もね使ってお菓子を送るってことないんだけど、この子はね意外とね品がいい、追加候補ダメ、頑張るんだけど微妙にやっぱり疲れてきてるかもしれない、リリーノーブル、いいでしょ、前回ラッキーライラックに負けて、でマウレアとの人気では2番手争いという感じだけど、はい、どっちに可能性があるかね、
ラッキーライラックとの勝負じゃなくて、マウレアとの、ね、そのどっちを上かって言ったら次元が低いか。ルーラーシップの子だし、割と大柄でのんきもんで、指示通りに動くんでね、販路を入れたってことはプラスに考えればいい方向に。このままひょっとしたら戦力だと川田騎手の猛然と追い込んでくるというシーンがあるのはこっちで、豊騎手のマウレアにはそれはないなという気がするんで、だから意外性が、谷間に咲いた高貴な花リリーノーブル今年はって杉本さんが言いそうですよね。カットだなこれはな、はい、アンバルキュリーエンチはあんまり歓迎じゃない。そうですね、こなせないわけじゃないんだけど、はい、そんなに戦力経験してないというのはきついよね。コーディネライト1500m 馬かな、うん、できれば先行、うん、マイルは先方がらりと変えてもあまり良くないかもしれない、うん、デルニエオール、なんだこれでしょう、品格あるよね。もしかしたら 1200m いい体かもしれない。だけどウォルフェーブの妹だよ、うん、お化けは時々出るんだ。そういう魅力で買っていいと思います、うん、はい、でも僕はオルフェーブルの妹だから戦力は来ないと思った。そうですか、逆に。いや、これは買った方がいいと思います。意見は分かれますが、うん、はい、アーモンドアイ、はい、はい、ラッキーライラックと並び立つ本命候補なんですけど、うん、でね、確かに時計の裏付けがないっていうのと、ちょっとさすがにローテーション厳しいんじゃないかっていうのもあるんですけど、評価の対象はじゃあ対戦した相手はどうだって言われるんですけど、うん、男馬なんですよね。でルメール騎手になるんでしょ、はい、戻る感じでしょ、戻りますね、ラッキーライラックを倒せるならこれという意味、うんうんうん、でこれから買う手はある、牝馬で、はい、チューリップ賞以外では新山記念っていうのはステップレースなんですよ、うん、狙って新山記念勝ちに行って、うん、関東馬が輸送して、いろいろ難しい条件をこの1回でクリアしようぜってみんなで考えて、うん、絶対とうまくいったのがアモンダイ、うん、あ、そうだね、うん、大賀賞はアモンダイに乗りたいって早くからルメールジョッキー言ってたような気がするんですけど、うんうん、そういう気にさせる馬ではないかな、うん、オンはうまいって言われて錯覚する危険があるのは、じゃあ量ならもっといいんじゃないということは言える、うんうん、雨降っちゃったらアーモンダイ大楽勝かもしれない、うん、才能の勝負って言った手前アーモンダイの評価を落とすことはできない、うん、レッドレグナント、デムロ騎乗は魅力なんだけど、うん、意外と意外性のない馬だよね、はい、ね、プリモシーン、揃いましたど、人気になってるアーモンドアイという、はい、ほぼ同時期に、東京マラしたんですけど、うん、プリモシンの方がね内容はいいんですよ、うん、2戦目にテトラドラクマと接戦の1分34秒前半というのはものすごい価値があって、うん、で間を空けてコースが変わってもやっぱりまた1分34秒台で走ったというのはね、多分トップランクの才能あると思います、うん、切る手はないですね、うん、頑張れ戸崎。フィニフティローテーション守れない2戦目で、あの時計で2着するんだから大変な才能あると思う、はい、その後は順調に使いたかったね、うん、お菓子は才能だったらキョロキョロしながらでもそういうゲートはできるんだな。マウレアうん、もうちょっと上げた方がいいかもしれないですね。上げます、うんうん、豊騎手も見てたら怒られちゃうけど勝ちに出ないんではないかなという気がしないでもない。いや、そんなことないか。その一言でね、豊騎手燃えると思います。あ、じゃあ言っときましょう。じゃあ銀か金の方がいい。いや、G1 だから絶対勝ちに出るはず。メラメラと関西滞在っていうのが、あ、そう、僕たちが思っている以上に、うん、なんかこうあるかもしれないですね、うん、そういうものを感じる、うんうん、たら
大きい印、うん、うん、そうだね、うん、はい、これより2人の印よりは上げた方がいいと思います、はい、私も鼓も先行力あるんですけどね、うん、あの間を空けてベストになるというタイプじゃなくて経験積みたかった気がします。すっごい馬だなと思うんですけど、はい、どこに才能の落としどころがあるんだろうっていう、うん、あ、そういう怖さあるかもしれないね今年の伏兵というか怖いのは、とにかく行く馬です、うん、もうこれは明らかです。お二人の金人堂はこちらです。今週もたくさん馬がいますが、馬券はどのような買い方をしたいですか。私先週単勝が当たるなら馬単が当たるだろう、そうですね、馬単が当たるなら三連単当たるだろうって言いましたっけ、うん、言いましたで言った後すごい反省したのでね、そういうそんなお前バカなことどのくらい何年それで苦労してるんだって、で当日ね、はい、あ、馬連だって気がついたの。偉いでしょ。偉いですね、うん、だからこれも生まれんだと思います先週は馬単でね、いや、だから当たってたらもう、いや、大喜びで、いや、でもそこを控えめに生まれんにしたから、お上品に当たった、うん、生まれんが意外と配当良かったんだよ ね、 ね、先週ね、そうですよね、俺たち取ったから言うからラッキーライラックは8割9割ぐらい来そうですけどね、そういう設定にしてって、でもまあ2割ぐらいは誰かがアーモンドアイが来るとか、自信がいつもよりすごい感じがあるんですけどそれを聞くと私の次の予想が言いにくいですだろう、はい、そんな今週の私の予想はこちらです。はい、うん、いい、うん、アーモンドアイ、うん、POG で、はい、指名し損ねたずっと後悔があったので、それで悔しいって言ったんだよね。そうなんです。ただでも、うん、番組で本命にできる際にはもうしたいってずっと思ってた馬なので、これも力強く本命を発言したいと思います。悔しいと、勝ってくれ、はい、このコーナーでは前週に行われたレース出来事などお二人が気になったことを自由に語っていただきます。ドバイワールドカップで4レースありましたが、地元のゴドルフィングループが大活躍したっていうのはあるんだけど、 そうですね、はい、それを裏返すと日本ってちょっと調子に乗ってなかったかな、行けば構想できるとかさ、真剣味が違ったという気がしたね、はい、ね、いや、その招待レースの怖さってそこなの、うんうんうん、招待レースってねただ行けるの、はい、でね、お、日本の中長距離のレベル高いよ、行けばただでお金になるだろう、うん、そういう陣営あった気がします、うん、去年彼らが欧州勢アメリカ勢が負けて、ように日本の馬たちも来年のためにじゃあどうしようか、うん、でそれは単純に1ヶ月後2ヶ月後じゃなくて1年かけて考えないと、もっともっと5年10年辛抱とか、うん、でも丹下さんが1年かけてってどうするじゃないんだよ、だって勝てば3億円とか6億円になるんだよ。そうですね、そんなのほら、あ、俺行くよとかそういうレースじゃないの、1年かけてだよね、うん、競争生活かけてだよね、うん、うん、そう、毎年毎年いろんなことがあって、やっぱ楽しいですね、うん、うん、そうだね、いやでもそんな偉そうなことは別に、とにかく世界のビッグレースは行かなきゃ話にならないっていうのだけは、うん、ね、うん、それだけは話にならない。さて土曜日中山では NHK マイルカップのトライアルニュージーランドトロフィーが行われます。こちらではどの馬に注目されていますか。